どうも、小村です。どうも。今回はジャンプキングやっていきたいと思います。ジャンプキングやっていきましょう。また珍しいゲームを。このゲームは単純に上でと上がっていくゲームなんですけどね。上がっていくゲーム、こんな感じで。ダウンウェルの逆ってこと。ジャンプボタンで溜めて上にジャンプするんですよね。はい、あとは方向で飛ぶ方向で決めるだけなんですけど、はい、これね、ジャンプするね、簡単そう。このジャンプする力をね、このジャンプボタンの音長さによってね、ジャンプする威力をね、変えることができるんですよ。なるほどね。それをうまく調節してどんどん上に上がっていくゲームなんですけどね。ああ、シンプルだね。このゲームをね、クリアしていきたい。めちゃくちゃ難しいらしいんですけどね。え、あ、そう。あ、もしかしてこう落ちたら。難しいのがね、あの、とう、ふい、ピョッケ。昨日ちょっと練習したんですよね。30分ほど練習したんですけど、クリアはできませんでしたね。30分練習してクリアできてないの？このジャンプがね、結構難しいんですよ。あの、うわ、そっか、上見えない。マリオとかああいう系じゃないですよ、このジャンプは。あの、魔界村みたいな感じで、おっと、ちょっとセーフ。あ、マリオとかじゃ空中で移動できないんですよね。なるほど、落ちたら。あの、魔界村みたいな感じでね、一回ジャンプするとね、もう制御が効かないんですよ。次の、このゲーム友達から教えてもらったんですけど、はい、RTA、このゲーム友達から教えてもらったんですけど、あ、そう、聞きました。このゲームの RTA する人たちはね、あの、なんか4分ぐらいでクリアできるらしいんですよね。30分でクリアできなかった、ね。まあ、なんか16時間か18時間ぐらいかかるらしいですよ、クリアするには。それを今からやるんですか、小村さん。はい、はい。チャレンジャーだな。これ耐久ゲームじゃん、じゃあ。はい。よし。シンプルだけど超難しいんだね。この坂道滑るんでね、見せると、ああ、やっちまった。いやー、なるほど。30分間で上まで行ける。ああ、やっちまった。めっちゃ落ちた。くっそ、小村さん、ちょっと、ああ、え、ちょっと正確さを失ってます。最初まで戻ってきた。初めに戻ってきてるじゃん。うわー、これはちょっと難しいわ。ほい、けけ。そう、場面転換の時上が見えないんだね。一回確認しないといけないのか。あ、そこ行けんの。あ、行けました。ナイス。いいよ、けけ。なんか白いカラスいんな。まあ、カラスやった時は黒いカラスしかいいんだのに。あの白いカラスなんやろ。カラスなんなんだろうね。まあ、黒いカラスもちょっとどういう意味なのか分かんないんですけどね。怖い。ああ、やっちまった、やっちまった。うわー、ただいま。ただいまじゃないだろ。ああ、そこ頭打つ。いや、性格出ますよ。そう。小村さん。いや、やっと帰ってきた方に。なかった。よかった。ここどうするかやな。そこちょっと。ショージャンプ、ショージャンプ。これ誰か。ナイス。オッケーオッケー、ナイスナイス。ちょいじゃん。ちょいじゃん。オッケーオッケーオッケー。はい。いい感じ。あのカラスどういう意味なんだ。正確に。あぶねー。危ない危ない。落ちるとこやった。ちょいじゃん。ちょいジャンプ。で、ちょいじゃんで。ちょいジャンプ。こっちがこうやな。オッケー。ああ、うまい。うまい。あ、はい。上見て、そっち行って。はい。そっち行きましょう。はい。オッケーオッケー。はい。オッケー。はい。ここまで来た、昨日ここまで来たんですよね。ああ、こっからちょっと先わかんないですね。こっから、あの、左のカラスを一回拾おうとして落ちてやめたんですよね、昨日。え、怖い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 。とりあえずあのカラスを入手しとこう。いけますか、そこ。あべ、あ、行っちまった。あ、これね、ほい、これね、多分ね、カラスに触れるとカラスの上に上がっていってくれてると思うんですよね。それが何なのかちょっとわかんないですけど。30分経ちましたね。こっちでは4分。昨日も30分でここまでやったから、小村さん成長してないなっていう。これぐらい。あそこからじゃいけんのか、下から行くんかかもしれませんね。ああ、ちょっと待って、やめて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 。精神崩壊してるじゃないですか。このゲーム生放送でやってくれへんかな。いやいや、こんなん耐久放送だよ。そんな飛んでなかったよ。そんな飛んで、そんな力入れてへんだよ。そっから行くかな。性格出ちゃうね。オッケー、来た。オッケー。やったよ、ちゃんちょくん。危ない。オッケー。ああ。見えへんのやらしいな。見よう見よう。ああ、そういう感じね。めんどくせえ。よいしょ。よし。ナイス。どういったらええんや。よいしょ。上かな。あ。上にありますね。左は何なんやろな。
左の謎のクボミは、あ、救済措置か。あ、救済措置もある、ね、上からまた押してきた時あのクボミに引っかかってギリ助かったぜみたいな感じになるか。あ、怖っ。オッケー、気をつけて、はい、さあ一発いったろ。いけますか、少女。あーあー、救済措置働きや、クソクソ、また青のここに戻ってきた。ちょっとこれはさっきちょっと強めやったんやな。大変だ。はい、オッケー、オッケー、オッケー。終わりが見えない、どこが終わりなんだ、ね、このゲーム生放送してくれた小村さん、スパチャしてあげますよ、あー、ちくしょう、もう嫌だ。これはいくらかによるな。3回目ぐらいチャンス落ちんの。あ、やいくらやれるかによるな。あー、帰ってきたぜ。めんどくさい。あそこ1回だけ乗ったことあるんですよね、確か。オッケー、はい、行ってくれ。オッケー、ナイスナイスナイス、うまい、うまいよ。ほっ、ちょちょ、ギリギリつま先で着地した。いいよ、ほい、来た、よいしょ。オッケー、次どうなってんねや。あ、あ、もうゲーム終わりでいいんじゃない、クリアでいいんじゃないですか。ね、これクリアじゃない。ちゃんと見るべきやったか今の。危ねえ、これどうしたいの。左の左、救済措置のとこ、そこ行って、おー、行けた行けた。今のバランス調整噛めちゃう、初見でここ乗れんのは。早くお客様、何してんだ。ちゃんちょくん、やってしまいました。やってしまいましたじゃないだろ。録画ミスしてしまいました。え、録画ミス、30分分のデータが飛びましたわ。なんか OBS が調子悪くて録画完了、仕上がりやれ、仕上がし録画完了できなかったね。いや、小村さん多分録画できてない部分でちょっと先まで見てしまったね、それなんで。あ、まだ、あ、クリアはしてないんですね。やめて、戻りたくない。いや、変わってねえな。久しぶりに戻ってきたな。何も変わってちょっと上まで行って、なんかね、ショップみたいなところあったんですよ。別になんかアイテム買えるわけではないんですけど、ショップみたいなおっさんがいたんですよね。お、何喋ってるか全然わかんないんですけど、ちょっとなんか人が住んでそうな街並みみたいなところまで行けたんですよね。お、まあ、結局落ちて戻ってきたんですよね。なんだ、はい、行きましたね。オッケーオッケーオッケー、この上まで行ったんですよ。最初なんで僕をね、左乗ろうとしてしまったんでしょうね。右行ったらいいのにね。右行ったら、おー、いけないいけない、やっちまったやっちまった。あ、落ち着いていこう。はい、落ち着いていってください。ナイス、うまい、これぐらいやろ。オッケーオッケー。いやー、ここまで来たんですよ。ほんとだ、おっさんいる。今度もうちょっと上まで行ったんですけどね。レコードプレイヤーとエバースリップウィズなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら、意外とセリフがあったりするんですけど、雰囲気いいですもんね。うわ、そこ乗れるんだ。結構ストーリーあったりするんですかね。どういう世界観なんでしょうか。荒廃した、なんだろうね。主人公勇者っぽいから。あ、やべやべ、お、危ねえ、押しとった魔女が出てきそうだね。よし、あれ、これこの段からカラス行った方がいいか、この下の段でカラス取りに行った方がいいか、どっちなんやろ。下の段の方が下だね、これは下、ここの方がいいかな。下です、はい、そこからです。ほら、ほら、はい、ほら見たことか。いいっすね。あ、やべ、おい、あ、危ねえ、そんな落ちにいてよかった。危ない。見てる人難しいように見えてるかな。このゲームめっちゃ難しいんですけど。いや、見えてますよ。簡単そうに見えたりしたら嫌やな。いや、最大で、あ、最大ダメでいけそうやな。いや、ずい、相当難しそう。やっちゃった、やっちゃった、これ難しいっていうか、あ、やっちゃってますね、根気が必要です。これやっちゃってますね。ここで押したら最悪。楽しそうだな、小村。やばい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 、さらにここで押したら僕はもう やめるかもしれん。やめるなよ。はっ、あ、はっ、あ、怖い。オッケーオッケーオッケー、怖い、ナイスナイスナイス。でも、うん、どうしたどうした、なかなか精神ダメージがひどいな。今のは心が折れてきている。この辺ナイス、押してきた。いいですよ。とりあえず左やな。左手、右手、あの家の中に入る感じか。はい、あ、よしよしよし、オッケーオッケー。あれむずくね、あれむずいよね。三角形の頂点のとこから入んないといけない。これぐらい、あ、うまい、すぎる。難しくても小村さんうまいからいけるんだよな。はい、自信を取り戻してきた小村。もうゴールでしょ、もうゴールやろ。うまいうまいうまい。そこ一回壁に当たって、これか、うまい。このカラスいけるか、ちょっけ、おお、外にもカラスいるね。ちょっけ、ちょっけ、なんて、あぶねえ、左あのカラスうぜえな。
でも行った方がいいやろうな。行くんですかそれ。まあ、オッケー、カラス動いてくれた。あ、なるほど。あのカラス意味あんのかな、動かして。なんかコインも。いや、そこ難しいな。僕よう1回目できたな、そこ。やめ。ボタン調査。やばくね。怖い。やだ。そこまさん。やだ。コブが戻ってきた。そこまさん。今の感じで立ち位置をちょっと下げたらええんかな。うわマジで、あ、やめて。ああ、ここまで物の嫌いな。ここが怖いんすよ。これね。悪夢だよ。戻ってきました。すごい。ちなみに2時間が経過しましたね。この2時間初めて。入った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 。久しぶりに来ましたよ。うまい。カラスを飛ばしてましたやったな。危ねえ。危ない。こっちか。はい。いいよ。怖い。はい。おー、オッケー、うまい。うまい。右上やんの、多分。見えへんねんけど上。ああ、いけたいけた。すごい。お、終わりじゃない？いい感じ。終わり？だってもう。確かに上行けない。ねえ、もう上ラストステージっぽいやん、あの黒い感じ。あ、危ねえ。ちょっと弱めのジャンプで。難しい。いや、危ねえ。もうちょっと思い切って。マジか。また。また。畜生。心折れてる。はい。すごい。来ましたね。めげずに頑張った。で、どうすんの？はい。そこか。なるほど。あ、まだ全然あった。まだ全然あるじゃん。ここでいけるか。うまっ。OK、新ステージか。グレートフロンティアー。嘘。あの、そこ立たなあかんの？その小さいところ。カラス取りに行くには。さあ。怖っ。ちょっと。ナイス。うまい。繊細なタッチ。OK、カラスは動いてくれた。カラスを動かすためにそんな何回も。うまい。これでいけるんか。いいですよ。どうすんの。あ、左、一気に左行くか。うまいよ。うん、怖い。押したくない、押したくない。勝ちずに行こう。うまい。カラス。はい、今なんか左隠し通路あった。ミスター。なんかあったっぽいね。あ、随分。結構した。あ、もういや。やめて。心折れてるよ、小村さん。戻って。やっちまった。戻って。戻ってきたな。やっちまったな。え？ちゃんちょくやっちゃいました。え？もうやり直し作業は録画せずにやってたらね、めっちゃ落とされました。え？久しぶりやな、ここ。やられた。つらっ。ちなみに今ロッカー時間2時間半経ちましたね。つらっ。ここ、はい、え、一番下まで落ちました。一番下じゃん。集中力が見事に途切れた。もう小村さん、あー、ミスター6カ所いなかったな。ずいぶんちょっと声がもうなかなか登れないから、もうラジオ聞きながらやったんですけど。おい、あー、やっちゃった。えーっていう声。あ、来た。いいとこまで来た。ちょっと、どんな落ちんどんな落ちんの。結構落ちましたな。もう落ちることに慣れてる。で、久しぶりに戻ってきた。行きましょう。気をつけて。これ、どここれ。左に一気に飛んだらいいんじゃないかな。何ここ。初めて見た。うまいよ。あー、でもな、ちょっとな。あ、その頂点。下入れそうで気になんねんな。戻ろう。え？もういいって。うまいこと戻れた。いいよ、小村さん。オッケー。あ、これだ。なにこれ。で、え、何にもしか期待見なかったよ。なんかある。せめて実績録解除とかラインかい。隠し絵だけだ。この、よしよし。この上に立ったらいいかな。今、体当たりしてるところ。そうでしょ、きっと。まあでも、あ、そっか。一歩踏み外したら落ちちゃう。上に立つか。いけ。6つ。おお、うまい。小村さんうまいんだよな。で、その上に立つ。ああ、おお、うまい。あれやな。そっ
その上に立つの、次はあの旗の上に立たなかんのか、めんどくせえ。これ繊細なタッチ必要だよ、はい、まあ、こっちに落ちる分にはいい、向こう側に落ちた時だよね。あ、問題は、まあ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 いいやろ、こっからこっからまだまし、はい、いいよ、こっから乗りたいね、こっから乗れる、あ、うまい、うまい、コモラさん、これがコモラよ、これがコモラか、えい、This is コモラ出ましたね、どこまであんのこれ、いつ終わんの、あーちょい過ぎた、あー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 、オッケー、まだまだまし、まだまし、おーつら、オッケー、カラス編集ありがとうございます、これへん、これをゴールまで編集見てくれ、はい、そうそう、なんか終わりそうちゃう、もう建物じゃなくなってきたしな、ね、もう適当に足は並べてるだけやん、もうセーフか、セーフか、どこまでする、オッケー、はい、小村さん、いやーマジで小村さん、これはめんどくさい、 This is 小村見せて、あ、小村さん、小村さん、あーマジで、ええ、どんだけ落ちるの、落ちすぎだよ、3時間、いやもう3時間40分になってる、いや起き上がれ、あそこ乗れないんだが、戻ってきた、乗れないんだが、難しいんだが、ちょっと、いやー乗りたい乗りたい、どうやって乗るんだろうね、来た乗れた、よし来ました、おやっぱ随分上手くなってますね、お進めたぞ、怖い、男女くん、なんかいる、誰かいる、誰かいる、ね、あ、ね、これなんだ、ハム、ハム、ハム食べたい、ハム食べたい、ハム食べたい、バカになってる、はい、小村さん、カラス、カラス、カラス、その下からじゃダメだ、右って左やな、とりあえず、はい、これちょっと待って、はい、カラスはいいけどカラス取った後よ、屋根の上の棒に乗っていくってこと、うわー、いける、右の屋根の上から左の屋根の上いける、これ、いや、いけないですよ、その距離は無理じゃない、とりあえずカラス取るか、とりあえず右行こう、はい、はい、いいよ、いけるかこれ、いけるか、怖い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 、なんか左ってバウンドしてカラス取ったらいいか、あ、そうだね、こいと、あー、とりあえずオッケー、まず右乗って最大で左と行ったらなんか乗ってくれるんかな、本当に、うまい、はい、あ、うまい、ちょうどいい高さ、すごい、ちょうどいい高さ、上の様子見てみたいけどな、いや、もうそこめっちゃなんか喋ってる、右下で行くしかないでしょう、これぐらいか、あーあー、初見では難しいわ、よしよしよし、よかったよかった、やめてやめて、それあかん、それあかん、それあかん、だんだん集中力、集中力が、小村さん、よし、集中して、やるぞ、はい、来たー、来たー、まだまだ続きそう、あー、ほんとだね、はい、うまいよ、なんでカラスそこにいんねん、ウィンド、そんなん、そっち行ったらもう落ちるに決まってるやん、ブルーフ、見てください、はい、見てください、これ風の影響を受けるやつやん、勝手に勝手に右に動いてる、勝手に左に動く、つらー、ここに来てそんな難易度上げてくる、なんてこった、続きはまた今度、さようならー。